その天体は地球を遠く離れた宇宙からやってきます。向かう先は太陽。天体は太陽に近づくとその姿を変え始めます。水星です。太陽からの強烈なエネルギーを受けた天体が大量のガスと塵を吹き出し、2本の雄大な尾を作ったのです。しかし彗星には2つの尾とは別に目では見えない塵の連なりがあります。天体から吹き出した比較的大きなサイズの塵が彗星と一緒に軌道を回っているのです。このサイズの大きな塵たちの作る列は太陽の周りを何度も回るうち軌道全体に広がる帯となっています。そして塵は凄まじいスピードで地球と衝突し、そのエネルギーで大気が光を放ちます。これが流星群です。これまでいくつもの彗星が塵の帯を作ってきました。そして1年で太陽をめぐる地球。この2つの衝突が毎年決まった時期に決まった流星群を地球に見せています。